元キンプリ神宮寺の引退説を一周、那俳優が明かした彼の意志と現役じゃにのにおわせ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日付でキングプリンス以下、キンプリから脱退した平野史洋26、神宮寺勇太25、岸優太27、 平野と神宮寺は同日付でジャニーズ事務所を退所し、岸は出演映画プロモーションが終わる9月30日に退所予定だ。まだ事務所に残っている岸は今後もメディア露出があるとみられ、平野については元ジャニーズ事務所副社長滝沢秀明氏41との合流、韓国系事務所への移籍、地元愛知への拠点変更など様々な憶測が報じられている。 神宮寺の芸能界引退説を否定する橋本淳のブログ、一方でファンの間で一時引退説まで出た神宮寺については挙手について不透明な点が多かったと話すのは月刊アイドル誌の編集者だ。脱退発表のサ平ヒの三騎士さんは強い海外挑戦への思いを理由にしていました。その夢がジャニーズの金プリにいてはかなわないとも取れる言い回しでしたね。 ただ、神宮寺さんだけはこれから先、メンバーが一人でも退場する話が出た時に自分も退場するという決意があったとコメントし、この先何をしたいのかは明確にしていませんでした。またどういう形かはまだわかりませんが。 誰かの役に立てるような人間になりたいと、表舞台に残るのかもはっきりしない言い回しをしたため、ファンの間では、神宮寺さんが脱退退所と共に芸能界を引退してしまうのではないか、と心配する声が上がっていたのです。そんな中、神宮寺の近況について意外な人物から発信があった。 神宮寺のかつての共演者俳優の橋本淳59が自身のブログで神宮寺とのやりとりと思われるメッセージを投稿したのだ。橋本と神宮寺は22年年に神宮寺が主演を務めた連続ドラマ受付の上日本テレビ系で共演。 放送当時も、役者としての神宮寺の才能に惚れ込んだ橋本は、神宮寺の座長としての素晴らしさなどを熱くブログで語っていた。そんな橋本が5月23日のブログで、俺は待っているからまた必ずやろうな、はい頑張ります、と、昨日22日付で事務所を退社した後輩と交わした言葉です。と冒頭で綴った。ここでは名前を明かしていないが、 このやりとりを交わしたのが5月22日にジャニーズを退場した神宮寺のことだとわかるのがブログの後半の追記で、金プリはユータがいるのでやはり全員を応援していました。そして冒頭のやりとりは22日の夜でした。と明かしている。同ブログには金プリファンからコメントが殺到していたが、それに返すような形で、 コメント欄に橋本自身が6月2日に返信。あ、今日は退場した後輩からドーンの元気な返事がありました。とても元気にやってます。またご一緒したいです。と、モチベ上がりました。俺もコツコツと歩いていかねば、頑張ります。と、神宮寺と思われる後輩からのメッセージを紹介した。この投稿に神宮寺ファンから、 神宮寺ゆうたくんの近況、ありがとうございます。んさんと神宮寺くんの共演がまた見られる日を心待ちにしています。神宮寺くんにまた会えるその日を楽しみに待ちたいです。と、神宮寺の近況を伝えてくれた橋本への感謝のコメントで溢れた。神宮寺は退場日に、自身のブログでファンに向け、寂しいですが永遠のお別れではないと思うので、さよならは言わないよ。 じゃあまたねと、記していたがこれも、具体性に欠けるものだった。橋本に向け、またご一緒したいです、と答えたなら、脱退退場以降、初めて神宮寺が役者業を続けたい意志を発信したことになる。もう一つの匂わせ、あえてカタカナで表記したわけ。また、神宮寺の近況の匂わせをした人物は他にもいる。 トラビスジャパンの宮近海斗25が6月3日のジャニーズ公式ブログで海斗とユータでご飯を行ったと報告した。同投稿には宮近、同じくトラビスジャパンの中村海斗26及び松倉海斗25、そして騎士が写った写真も載っている。ファンは 騎士が神宮寺のネックレスをつけていたことに気づき、また宮近が写真はマブダチが撮ってくれました、と明かしていることから、そのマブダチが神宮寺であることの匂わせだと確信しているようで、ネット上で神宮寺図健在です。生存確認二件目称、と歓喜した。ファンの推察が正しければ、 トラビスジャパンの3人のカイト、元キンプリの2人のユータの5人で食事に行ったことになる。カイトとユータとあえてカタカナで表記したのもファンへ向けた優しい匂わせなのではと言えよう。トラビスジャパンはジャニーズから初めて米国王テレコード会社と契約しメジャーデビューを飾っている。神宮寺は騎士と共に今後の活動について宮地からと語り合っていたのかもしれない。 とファンには思えるわけだ。では、具体的に神宮寺の今後はどうなるのだろうか。芸能事務所関係者はこう話す。活動形態はわかりませんが先に金プリを脱退した岩橋玄樹さん26と合流する可能性はありそうです。神宮寺さんと岩橋さんはジャニーズ JR 時代から大の仲良しで、軸岩コンビとして大人気でした。 人従寺さんの退所理由のこれから先メンバーが一人でも退場する話が出た時に自分も退場する。とは21年年に金プリを脱退退場した岩橋さんへの思いが念頭にあったはず。 岩橋さんは現在米国に拠点を移し、配信シングルリリースなど主にソロアーティストとして活動していますが、神宮寺さんと合流してジグイはコンビ復活もあるかもしれません。それでなくても、退場までに神宮寺さんは岩橋さんにたくさん相談していたようなので、何らかの形で連携をとっていくのではないでしょうか。 また神宮寺さんは金プリのライブ演出を務めるなど演出家としても評価が高い。俳優、アーティスト、演出家とマルチな活躍が期待できますね。多彩な才能を持つ神宮寺だが、次は一体どんな形でファンを喜ばせてくれるのだろうか。エンタメ確認。エルノ